すみません、どっかの Wi-Fi に捕まったみたいで。で、新たにお迎えしたのがこのパンジービオラですね。パンジービオラ、ビオラと、それからこのゼラニウム、ゼラニウム、ゼラニウムとビオラをお迎えして、そしてこれはイチジクの挿し木、イチジクの挿し木ですね。前線基地も挿した。そしてこれがピグミーダンサー、第一園芸からですね、グレビレア、グレビレア、あとはビオラとゼラニウム。ゼラニウムは挿し木にして増やす。ゼラニウム、ヨーロッパ行くとですね、ゼラニウムがこう窓辺にからこうモリモリと咲いてるって言われる、綺麗ですもんね。あら、この子はな、なんだっけ、あれがついてない。いやー、あった、初恋草、初恋草、スカイハート、初恋草だって、えらい素敵な名前が、初恋草。ということで、まああれもピンクバラっちゃピンクバラですね。まあそういえば、で今日6時半からガナハ雅子さんからのインタビュー、これライブやります。ぜひご覧になってください。今回の WHO のパンデミック条約、あれ条約って言ってるけど、僕らが考えるような条約じゃないですよ、あれ。枠組み合意って言った方がいいんじゃないかな。だから国会議員も条約だったらね、どうせ批准の時に議論するからいいやと思ってるけど、それないですから。それから IHR もこれ半分でできるから、もうその2022年、去年もう動いてるやつがあるわけですよね。でこれね、保険のどうのこうのってみんな思ってるでしょ、健康、ワンワードワンヘルス。でもね、あれによく似てるんですよ、 TPP の ISD 条項。 TPP とよく似てる。 TPP って、あの、日本では新しい自由貿易協定って訳されてるじゃないですか。でね、こういう海外から来るやつって、あの、原文で読んだがいいですよ。TPP、僕もあの、もう6000ページだけな、途中でめげたけど、あれどう見たって、自由貿易協定じゃなくて投資協定ですよ、あれ。本当になんていうかな、グローバリストのやることってえぐいよね。ワンワールド、ワンヘルス、それから、インフォデミック なんとかって、要はもう自分らのコントロールのもとに、あの、世界が収まんないと気が済まないっていう人たちのやり口じゃないかなって。それでそこでボロ儲けしてですよ。だからアメリカのあれはどっちだったかな、下院の共和党かな、その WHO をこう正す法律とか出してますよね。でそういうの日本じゃもう全く報じられないから、なんかな、こう見かけだけは先進国にいるんだけど、情報は、なんていうか、もう、どっかの、もう、僻地にいるような、そんな環境なんですよね。で、そこで国会議員するって、むっちゃくちゃロスが多いよね。アメリカの国会議員、あれ、二重国籍認められるから、あっちの国会議員になった方が、早かったんじゃないかなってちょっと思う時が時々この頃増えましたね。これがゼラニウム。ゼラニウムは乾かしとかなきゃいけないんですよね。で横にあるのはビオラので、ビオラは少しね、水があった方がいいんですよね。ちょっと一緒に植えたのは失敗だった。どっちかが厳しくなるはずですもんね。いやでもちょっ
と本当にこのラナンキュラスラックスにはむちゃくちゃショックでしたね。あれコストパフォーマンスすごく良くてものすごく綺麗なんですよね。ところがこんな風に枯らしちゃったらむちゃコスト高かったってことですよね。1個2000円とかするんですもんね。3000、もちろんね、70個を全部がそれで買ったやつじゃなくて増やしてきたやつだから最初は20個ぐらいだったですもんね。なんでラックスばっかり買うねって言われたから、いや、これが一番綺麗やし、名護作権が、まあ、この秋口からですね、4月、5月、6月ぐらいまで咲くんですよ。うまくやればね。だから、これが一番良かった場合って、バラは、うちは四季咲きが多いけど、やっぱり一季咲きのもあるわけで、それからするとですね、むちゃくちゃパフォーマンスいいんですよね。この子たちも偉い元気よね。やっぱりちゃんと剪定してるからですね。剪定してるから元気です。じゃあ皆さん、どうぞ良い夜を。ああ。あ、でも、ゾマホン来るんだ。あ、というか来てんだ。うん。友達にも今日もいっぱい会ってですね。よかったです。空はこんな空ですね。真っ青の空。まあ豊かなとこに住まわしてもらってるなと思いますね。だって庭から食べ物来るってもうラッキー以外何者でもないですね。ラッキー以外何者でもない。まあ駅までうちの土地だったとか言ってるけど、そんなのあったって誰が払うんだと。その税金ね、払えるわけないんで、いいです。そのかな、一人が昔の戦国大名みたいに独占するっていうの、そんな時代じゃないですよ。分け合って生きていかないと。父が植えた霧、孫が結婚式に行くんだったらこの霧でタンス作ってやるって言って植えたんですよね。もうその父はいません。孫っていうか僕の子供たちはまだね、そういう時には年にはならんですけど、でかくなりましたな。この白の木もそうですもんね。最初はあのビワよりもあの鉄棒ぐらいの大きさだったのがこんなですもんね。でか。じゃあ皆さんどうぞ良い午後を。ゼラニウムで元気出そう。